2連勝と勢いに乗って F1 ハンガリー GP に臨んだメルセデスだったが、予選が残念な結果に終わったことについて、トトウルフ代表は関係者全員に責任があると語った。特にジョージ・ラッセルはまさかの Q1 敗退で17番手となったのだ。セルジオ・ペレス、レッドブル、のクラッシュによる赤旗後、ダンプコンディションから路面が急速に乾いていくというコンディションの中でアタックし、 一時は10番手までポジションを上げたラッセルだったが、燃料が足りずピットイン。一方、セッション最後までアタックしていたライバルたちはタイムを更新し、ラッセルはノックアウトされてしまった。ただ、ラッセルも雨が降る前の重要なアタックでミスをしており、序盤に関しては僕のせいだと認めている。一方、ルイス・ハミルトンは路面温度の上昇もあって苦戦。 なんとか Q3 まで進出して5番手を確保したものの Q2 では0.010秒差で11番手のニコ・ヒュルケンベルグハース・オクダス・紙一重の予選となった全体的に期待以下のパフォーマンスだった文字通りこれに関わった全員の責任だウルフ代表はスカイスポーツにそう語った Q1 でマシーンを失うなんてドライバーとチームのコンビネーションを考えるとあってはならないことだ 最終的には我々はペース不足だった。とても残念な一日だ。ラッセルは、路面が乾けばペースが上がることを承知で、Q1 の最後まで走れるだけの給油を行わなかったメルセデスの判断に疑問を呈していた。しかし、インラップでは無線で、僕のせいだと謝罪。Q1 脱落の責任を自ら背負った。一方で、ウルフ代表は、燃料をもっと入れておくべきだったと認め、 チームの方がが責任が大きいと語った彼が1周目に全力を投じるべきだったと考えている。ルイスがその週にトップになっている。彼はおそらく抑えめに走りすぎたと思っているんだ。もう1台、ハミルトンは最後まで走れるだけの燃料を十分に投入したが、ラッセルの走行プランは異なっていた。ファスト スローファストで走るプランだったが彼はファストラップを3周することにしたんだ。でも全体的に見れば、一周多く燃料を入れなかったチームのミスが70%だ。